ちょーん。照ってる照ってる。じゃないじゃない。こんにちは、ケンジです。シモです。今回なんですけども、はい、夏、そろそろ終わりだと思うんですけど、うん、だいぶ夏場的になんで。いや、そうなんですよ。うん、これ、スタミナを一発ね、はい、つけていきたいと思って、はい、肉祭り、やっていきたいと思います。いいっすねー。祭り見てください、こちら。よいしょ。よいしょ。鶏もも肉。鶏もも肉。牛のもも。牛もも。これが、スペアリブ。でかいでしょ。やばくない？でかいでしょって話ですよ。うわー、どうしましょうか今日は。山田さん、それをね、ちょっとじゃあ、せっかくなんでね、はい、焚き火で、うん、ガンガン焼いて、うん、ガンガン飲んで、踊り狂って、朝を迎えていく。よし、じゃあ、焚き火していこう。そうだね、焚き火だね、まず。うん、行きましょう。お願いします。よいしょ。頑張れ、頑張れ、山田。よいしょ。おいしい肉を食らうためにね、やべ、ここでカロリーをたっぷり消費していかないと。まずは信号車、トキトキ組んで、トキトキ組んで、だいぶ暗くなったからね。うん、スズムシの声がいいね。うん、真夏のピークが去ってきましたね。ね、じゃあちょっと、はい、フェザーステック、はい、作っていきましょう。お願いします。だいぶ涼しくなったね。ね、先週ダグンダグンだったよ、ね、しまいには土砂降りだしいやブルーモメントが出るかな。でそうだね、うん、曇ってないと出ないんだっけ。晴れてると出ないんだっけ。なんかあるよね。うん、この前って綺麗だったよね。うん、そう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 、上手ですね。やっぱ針葉樹やりやすい。うん、こりゃすぐ火がつきますよ。よいしょ。いいかね。あー、つきそうですね。じゃあやっていこう。素敵です。気持ちいい。火をつけていくよ。うん、だいぶ一気に暗くなったねえ、うん、焚き火が映えちゃうんじゃにゃーの、これはもう間違いにゃーよ。じゃにゃーの。いきますよ。いいよ。毎回緊張するんだよな、俺が。花火花火。おーい、ほりゃ、夏だな。まだ夏は終わらねえ。終わらせねえ。終わらせねえよ。くぅ。うん、最高。いいですね。こんな一週間で涼しくなることある？マジで。よかったよ。ね、この前だって汗かきながら寝てたもん。ね。そう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 。メッシュでだよ。コットにメッシュでだよ。ね。やっていきましょう。お願いします。キャンパイフェンジーだぜ。今日はいいね。いいですね。風流ですね。よいしょ。始まるね。ねえ、やっぱフェスにはビールがつきものですから。うん、よいしょ。よいしょ。帰ってきた。帰ってきた。よし、食らおう。で、焚き火と僕らの心にも火がついたというところで、はい、やっていきましょう。やっていく。まずは鳥も。あ、気をつけ。うわ、でけえ。でけえ。でけえ。このタークね、うん、1メーターあるからだいぶでかいよ。そう、ダチョウこれ。ここで下味をつけていきます。うんうん、それをエクストラバージンエア、エクストラバージンオリーブオイル、オリーブオイル、塩強めにかけとくね。そうだね、酒に合うように。うん、しゃ、あたまらん、たまらん、たまらん、近い。ちょ出た出た出た。
胡椒もいきます。うわいいね、削りたての胡椒がいいんだよね、香るんだよね、うん、これを裏面にもやっていきます。うん、今年の夏は何かしましたか山津さん。今年はやっぱりフジロックですかね。あ、楽しかったね。楽しかったね。初でしょ、うん、歩いてるだけであんなにワクワクすることあるんだねめちゃくちゃ広いけど、ね、どこ行ってもワクワクするポイントがあるから。本当だよね。1日2万5000歩んぐらいだっけ。4万歩だっけ。4万歩ぐらい歩いてる。そうだよね、うん、何が良かった。アーティストは、いやモロハが楽しみにしてたけどね、うん、今回はラウンディが、ね、ラウンディね、すごく近くで見れたから、うん、あとは A ちゃんだね。 A ちゃんはやばかった、うん、A ちゃん今年の夏の結構なんだろう、もうベストかもしれない、ね、かっこいいね。だって矢沢のねタオルパーン巻いただけでうおってなってたじゃん矢沢だったね、ちゃんと、ね、すごかったね、うん、山本君は。俺フジロック、うん、フジロックどれもかっこよかったけど、やっぱバウンディはかっこよかったね。うん、ということで皮目から焼いていきましょうか、はい、お願いします。よいしょ、いやいいね、よいしょ、いや皮目から、皮目からちょっとパリッとさせて、うん、もうこれだけでもうまいんだけど、うん、今日は、うん、つるすのよつるすのよ、あなたのアイデアだけどつるしたがり、つるしたがりではでは、繰り返します。お願いします。あっしゃあっしゃ、うまそう、パリッとパリッとしてますね。これも軽く焼き色がついたら、焼き色がついたらちょっと遠火で、うんうん、煙引っ掛けていく感じで、煙引っ掛けながら火を中まで通していく。うん、ありがとうございます。いきましょう。ほんでこの肉やってる間に、はい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 、ちょっと余熱でもいいよこいつ、うんうん、お米持ってきましたよ。うぃー、腹減ってたんですよ今日は。この中で一号いらっしゃるんで、うんうん、これシェアしていきましょう。喧嘩だね、喧嘩、喧嘩祭り、喧嘩祭り、うん、次の料理に備えて浸水、そういうことですね。砂糖振ったりですね。はい、そういうことです。段取り番長、いけるの、いけないの、いけちゃうんだよ、いけちゃうんかい、いけちゃうんだ、いけちゃうんだ、いけちゃうんかい。これちょっと2、30本置いてきます。よいしょ、あいつ。ほんでは、はい、吊るすために、うん、アルミホイルで、はい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 、先っちょを包んでいく。何で縛り上げるんですか、ミキ。縛り上げるのは、うん、麻の紐で縛るんですけど、はいはいはい、なんかね、若干麻紐つくとケバケバみたいについて、確かにね、嫌じゃん、うんうん、それをアルミホイルで守ると、うん、そういうことですね。これ見たことある形になってるもん、もうもうクリスマス来たね。ジンゴーベール、ジンゴーベールだね、これは。そう、なんかサンタさんって本当は緑色だったっていう話あったよねあれでしょ、コカ・コーラ社がそうそうそう、キャンペーンで赤くしたみたいな、ね、すごいよね。すごいことですよ。これを輪っかを作って、はい、輪っか、輪っか作るジーダの、あ、はいはいはい、はい、ちょっと短いかな、まあ後で調整するけど。あ、でもその、うん、縛り上げるじゃなくて、うん、吊るすやつで調整すればいいんじゃない、高さは。確かに確かに、うん、いいじゃん、いいじゃん。でそれでスモークして、スモークして中にも火を通していく。オーケー、酒を飲むめっちゃいぶされる。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、いいんじゃない、いいじゃない、いいね、うん、漂う香りをスモーキン、熱い熱い、スモーキン、スモーキンしていきましょう。オッケー。牛肉の方にも、はい、強めに塩コショウ振っていこう。うわー、これはステーキですか、親方。これはステーキですけど、作るものはステーキだありません。おい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 、まさか。なかなかうちらやんないやつだね。うんうん、うん、
ローストビーフですね。あ、いや、正解でございます。言うんかいって。下味をつけて全面焼いていきます。ロースビーフねえからな。よっしゃ、火入れてこう。うぃっす。ゆい。先ほどの鶏のチー油も一緒に使っていきます。うわぁ。そんなにこれ使わなくていい。ね。オイルいらないでしょ。SDGs でしょ。SDGs ですね。よっしゃ。ジューって言わないんかい。ジュー。と思ったでしょ。うん。言わないんですよ。言わないんですか。これが現実ですよ。これが現実。いつも山本くんがジューって口で言ってるもんね。そうそうそう。うまいでしょ。うわぁ。これよ、これ。これ。あ、お汁が。先生。あ、本当だ。いただきですか。ロモホルンリンクルみたいな。ピチャンってやつ。ね、でこれここにここ入ってくる、うん。なるほどね。うん、SDGs ですね。ちょうどいいね、うん。低温で火が入ってる。うん。うまそう。うん。あ、来た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 。手力は強い。ね。よいしょ。おお。もうこれでもうまいね。もううまいんですよ、実は。おお、すごい、すごい。うわー、うまそう。これで4面焼けたんで、うん、ジップロックに入れて、はい、ローストしていく。ローストで、お調理していきましょう。はいよ。ジップロックに、よいしょ。チェッチェッチェッ。くおぉ、入れていく、入れていく。空気が抜けてくれたらいいんですけどね。チューチューしてチュー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 いけるかな、これ。お、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと、あ、すげえ、おいしい。空気がおいしい。おいしい。早く飲んで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 、聞いてるうちに。ちょうだいちょうだいちょうだい、聞いてるうちに。あ、これでいけるわ。これがエコですね。一人で完結する人工呼吸。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これで、はいよ。あっちゃい。3分沸騰させて、うん、で火から外して20分ぐらいできるみたいです。了解です。はいよ。かけていく。はいよ。それでこの出たオイル、うん、これがローストビーフのソースになっていくと。ソースになっていきます。蜂蜜。蜂蜜。蜂蜜の次は酒。酒。みりん。みりん。よいしょ。醤油。醤油。ちょっと。OK。もううまいじゃん。もううまいっしょ。胡椒も入れたら、キリッとなるんだけど、どうします？入れますか？お願いします。キリッとで。はい。はい、いい。これはちょっと煮詰めて、うん、美味しいローストビーフソースにしていきましょう。はい、では肉フェスヘッドライナーは、ヘッドライナーこちらです。うわ、豚のスペアリブ、こんなでかいの見たことないよ。ね、半分でも結構でかいのね。いきます。はいよ。うわ、もう焼いちゃっていいんだね。焼いちゃっていいっす。おーおー、みんなでだよ。すげえ。両面に焼かしてもらいます。もううまいじゃんこれ。まだ早いっすよ。さすがにまだ早い。さすがにまだ早い。あ、お米も炊いてる。お米、あ、危ない危ない危ない。いや、危ない危ない。よいしょ。いただきます。やばい。やばい。いや、いい音。これがフジロックか。よいしょ。いい感じ、いい感じ。よいしょ。おー、うまそう。うわ、すげー、うまそう。これはいいね。煮詰まってきてますよ。もうとろみが出てきたんですね。いただきます。
た。うまい。あ、もうちょい。もうちょい。もうちょいに詰めていきます。遠火なのに、ふじふじしてる。こっから、はい。スペアリブを煮ていくんですけど。うんうんうん。煮込んでいくんですね。煮込んでいきます。お酒もいっぱい入れまーす。よいしょー。お酒はね、あればあるほどいいから。あればね。みりん。みりん。からの、しょうゆ。しょうゆ。うん。しょうゆも多めで。多め。いやー、これもまた、染み込んだらもう。おいで。おっすい。よいしょー。お肉が柔らかくなるよ。酢を入れるとお肉が柔らかくなるんだ。蜂蜜。うわー、蜂蜜好きだねー。足りる？もう足りる。水、みりん、酒、醤油、蜂蜜、酢、うん、あとお砂糖、お砂糖入れてきます。お砂糖照り照りにせろ。あ、いいね。照れば照るほどいいからね。照り照りにせろ。うん、裏面も多分焼けたと思うんで、うんうん、ラブって入れてきます。はい、お願いします。嘘でしょ。これがキャンプです。これがキャンプ。これがキャンプ。画面が一瞬真っ赤っかになって何も見えなかったからね。下下になるぐらい。うんうん。煮込んでいく。いいね。全部入る。全部入る。オッケー。うわ、最後蜂蜜やば。うわ、うまそう。いいね。うん。この遠火がいいね。ね、遠火ちょうどいい感じに。ね。うずまっちゃってるんじゃねえの？ねえ。ねえの流行んないかね。ダメじゃだよ。静岡弁なのかな、にゃーの。にゃーの伊豆弁じゃない？伊豆弁。うん。にゃーの？伊豆弁じゃにゃーの？乾杯じゃにゃーの？乾杯。はい、乾杯。よし、ローストビーフ行こう。ローストビーフ行きましょうか。シシさん、いやー、15分経った。よっしゃ、いいね。よいしょ。クリルシータシューキンで漂う香りのスモーキン、スモーキン。すげえ。ちょっとローストビーフなんでちょっと薄めに切っていきましょうか。そうだね、山本君が普段使ってるようなやつでお願いします。出てみに出てみに。うわ、あ、お汁が出ちゃってるよ。やった。よいしょ。もっと薄く、もっと薄く。よっしゃ。磨きその先へ。うわ、なんでそこ太い血管だったのかな。ね、さっき見たけど、うわ、これを米に乗っけて、いやいやそしてればね、もう焚き火クラブですよ我々が。こっちは煮込んでおります。うん、あ、でももうなんか柔らかくなってる風景あるよ。本当に？うん。だいぶでも水分減ったね。うん。あ、すごい、照ってる照ってる。照ってます照ってます。55万照ってるって照ってるって。いやいいね。これは完全に肉祭りでしょう、うん、肉祭りだね。これは発揮してきてよかったね。ねえ、クソ熱いんだよこれが。もうこの後は、この後はスペアリブが煮詰まり次第、うん、もういただきますでございます。よーし、やっていきましょう。やっていきましょう。オーケー。これも助けてあげて。よっしゃ、よいしょ。結構きます。きます。米も救出、救出。よし、そしてそしてこいつもここに行きましょうか。お願いします。じゃあ食べていこう。食べていこう。いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、すごい豪華なねえご飯ができたということで、肉フェスですね。お疲れ様です。それでは
今日は一日楽しんでいきましょう。キャバイ。どう。それではローストチキンレッグ。イエス。いっちゃってください。めっちゃいい香りする。ディズニーランドの香りするんだけど。燻製ついてる。うん。はい、どうぞどうぞ、これ飲んでください。どうぞどうぞ。めちゃくちゃスモーキー。スモーキー出てる、うん、でね、中の肉がね、うん、すごい柔らかいんだよ。フライパンでやったからさ、皮もちょっとパリッとしてる部分もあったりして、最高にうまいよ。作ってみる。いらね。いや、食べる食べる。じゃあ、のさん、一思いに行っちゃっていいですか。最後こっちが行かしてもらいます。はい、いただきます。めちゃくちゃうまいね。うん、塩加減もね、うん、スモークもついてる。うん、でもちゃんと取ってるでしょ。うん、取ってる取ってる、うん、ぶら下げて置いとくから、皮のさ、余分な油とかも全部下に落ちてって。うん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 。ねえ、根本くん皮あんまり苦手じゃん、うんうんうん、油っぽくて。だけど全部下に落ちてったから、多分それカロリーゼロだよ。ありがとうございます。全然うまいね。うん、めっちゃヘルシーね。見てくださいよ、このもう根本くん。てますね。ヘリーだよ。ヘリー伊藤だよ。来た。ワンダーランド。ワンダーランド来た。ヘリー伊藤ですよ。ヘリー伊藤の方。指でいける？一回温度。いけちゃうんだよ。イエス。イエス。うん、うまい。うん、うまっ。甘てり。うん、油も程よい。うん、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 外カリッと中ジューシーでめちゃくちゃうまいね。ジューシー出すのうまっ。たちましシャンパンで。バイバイ。でかいスペアリブ初めて食ったわ、ね、あ、ご飯食いてえよ。うん、かけております。うん、よし、おめえはどうだ。いけ。おいよー。うわー、いったー。いったー。ちょっとほぐします。どう、これかない。あ、かわいいです。あ、おこげも。いいね。いいね。あ、おこげも。うまそう。よし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 。今日も山本さんやっちゃってくださいよ。いいですか。うん、ケンイチ君から、はい、丼にしたいというご要望がございましたので、うん、やっぱね、僭越ながら行かせていただきます。お願いします。ローストビーフ丼。よっしゃー。一枚一枚いかないスタイルで。じゃあね。うわ。で、先ほどから煮詰めてきた、うん、特製ソースを。
ちょっと残しちゃった。危ねえ。ちょっとある。ちょっと危ねえ。ちょっとある。よいしょー。どんどんじゃーん。いやいやっす。え、1個だけ？もう1個？いや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 。ポケットポケットポケット。うわあ、来たなー。キュン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 。あい、ラララララ。いいですか？お願いします。おお、どっかで花火が鳴ったぞ。どっかで花火が鳴ったぞ。いただきます。大丈夫。うめえ、うめえ、うめえ。うめえ、うめえ、うん、うまいか、うまいな、かぼい。こいつだったか、こいつだったか、やっとらいな。こいつだった、こいつだった。言っちゃってくださいよ。イエスイエスイエス。ちぃ、そうでしょう。ちぃです。イエス。覚醒した？覚醒してる。卵合う。そしてこの甘いタレ最高だね。ね。やってる？これは完全に祭りだね。ここに祭りあったか。うん。うん。駆け込んでますね。ずるいずるいずるい。そっちの椅子それあるんだよな、ずるいな。いやどうでした、今日の肉フェスは。最高だね。全部の肉を味わえるのも最高だし、うん、なんかあの毎回同じ肉を使っても違うやり方があるじゃん、うんうん、だからなんかおすすめのレシピあったら教えてください。お願いします。最高だね。最高です。まだまだあるからね、え、つい食べて、うん、とことん飲んでやろうよ。そうですね。飲む？うん、あ、いいっすか。悪いじゃないっすか。このね、うん、その場で作って食べるのもまた最高にうまいんですよね。これがキャンプですよ。うん、いや、普通にバーベキューでやっても絶対盛り上がるもんね。うん、確かに簡単だしね、そして。そう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 。あー、なんかこいつは。イエス。焚き火クラブ発足ということで、はい。申し訳ございません。申し訳ございません。それでは、はい、焚き火クラブ第1回、はい、楽しくできたことに、はい、乾杯。それではまた最後までご視聴いただきましてありがとうございました。乾杯。